地獄谷野公園。地獄谷野公園は、長野県下田海郡山之内町の地獄谷温泉に、ある野生の日本ル、マカクフスカタの生態の観察ができる野猿公園。冬場に温泉に猿が浸かる、国際的な観光地。英語圏では、スノーモンキーマウンテンとも呼ばれる。1964年に開けそのし、開園当初からの猿と人間の共生を、 観光客に見せることを徹底し、野生の日本ルの生態を間近で観察できる野猿公園と国際的に知られる。志賀高原を源とする横湯川の渓谷にある地獄谷温泉の一番奥に位置する。川の対岸には100度近い源泉を吹き上げる渋の地獄谷噴泉がある。標高850メートル、1メートルを超える積雪があり、 厳冬期は最低気温が低く、摂氏10度を下回る。冬場に温泉に入る日本ルの姿は、スノーモンキー、スノーモンキーなどと呼ばれて、非常に有名であり、日本国内外のメディアの紹介でよく、地獄谷温泉の画像が使用され、タイム誌などにも掲載される。また、日本国内外からの観光客も不便な道のりにも、かかわらず、訪れる観光地で、 年間約10万人が訪れる。公園では夏冬の区別なく山から降りてきた野生の日本猿が観察できる。長野オリンピックでのスノーボードのハーフパイプ会場となった神林スノーボードパークがそばにあったため、長野オリンピックの頃から各国のメディアが紹介し、日本国外にも公園が知られるようになった。観光客のうち約2割が日本国外からで、 猿が風呂に浸かる陶器は多い時は3から4割が日本国外の観光客で中でもスキー観光の際に訪日するオーストラリア人観光客が多いと報道される。また日本国外の観光客は2006年は約1万4千人、2009年には約1万8千人、2010年には約2万3千人いた。公園によると 2010年の1月の時点で、当期の平日の平均来場者が約150人で、うち半数以上が日本国外人で多い時は7割を超える日もあり、週末や休日などは観光客が多い日は500人前後が訪れるが、うち約半数は日本国外人で占められていると話していた。2011年3月に東日本大震災が起きると、 ほとんどゼロになった、円ほど急減した。しかしその後、再び震災前の水準まで回復している。スキーで多数訪れていたオーストラリア、台湾、欧米からの観光客に加え、シンガポールやタイなど、東南アジアからの旅行客も増えてきているが、地元観光関係者が、東南アジアで遊客に力を入れるためだと、説明する。また、朝日新聞社は報道で、 日本国外からの観光客は特に陶器に来ていると指摘し、猿たちは日本国内よりも日本国外で有名であり、訪日者にスノーモンキーは日本でぜひとも見たいものの上位にランクインしているようだと書いている。日本テレビの番組では外国人が感動した日本の観光地トリップアドバイザー調べで3番手となっているとそうした。講演は 野生の動物をこれだけ近くで安心して見られるところは世界でもあまりないと毎日新聞で紹介した。戦後の林業により猿が食料にしていた奥山の木々が切り倒され猿は生息地をなくし山から地獄谷付近まで降りてくるようになったところが山を降りた猿の頭数が多すぎて食料が足らずさらに下流の湯田中温泉付近の林檎畑 田畑が被害を受けた。地元民は、林野町に猿を駆除する許可を願い、猿が有害獣と認められ、50頭の射殺許可が出たところ、初代の園長となる原総後は、猿と人間との共生を目指して、リンゴ畑から離れた上流、現在の行楽館の付近にて猿を餌付けし、餌が足りれば、畑の被害はないとの発想から、猿の駆除に反対し、行動を起こした。 猿を駆除せずに、リンゴ農家の被害を減らすため、3年がかりで、警戒心の強い猿の群れを手名付け、1964年、地獄谷園公園の開園を見た。大きさは、縦4メートル、横10メートル、1964年の開園当時、好奇心旺盛な小猿が、付近の旅館、高楽館の人間用を露天風呂に入浴。それを、 大人の猿が真似をしたのが始まりで、後に衛生面から猿専用の露天風呂が整備された。2012年末、現在50頭から60頭ほどの猿が12月から3月の間に入浴する。猿が温泉に入るのは体を清潔にするなど水浴びの意味ではなく、雪が降るほどの寒さをしのぐためのものと考えられている。事実、 暖かくなると猿たちは温泉に入らなくなってくるという。入浴するのはメスと小猿がほとんどだとされ、風呂に入るオスザルはほとんどいない。理由はオスザルは群れを守るためにすぐに行動できる体制をとっているからと、毛が濡れて自身の体が小さく見えるのを嫌うからだと考えられている。公園の猿は人間が見ていても気にせず入浴する。報道では 雪の降る寒い日の入浴は猿も格別に気持ちが良いのは人間様だと論じている。公園は温泉に入ることは猿たちの生活のほんの一部分でしかありませんと断っている。また猿は湯冷めをしないと言われている。猿は感染が少なく寒冷地適応もしているためと説明される。京都大学霊長類研究所によると猿の体毛には長くて、 硬い毛と短くて柔らかい毛があり、温泉で濡れるのは外側の長く硬い毛のみで、毛は水を弾くため、風呂上がりに水を弾けば水系が飛んでいくと説明した。JA 長野中央会は、もし猿たちが公園にいなくても、猿たちがサボっているわけではなく、周りの山に餌を探しに行っていると解釈してほしい、胸を呼びかけている。 観光客による餌付けは厳禁である。また、公園の猿たちは手名付けられているわけではなく、半野生状態であるため、それ以外の禁止事項として、猿を触らない、猿からなるべく離れて観察する、猿の目をじっと見つめない、猿に慣れ慣れしくしない、猿に話しかけない、自撮り棒を使わないが設けられている。観光客が餌を与えず、危害を加えないため、 猿は観光客に無関心であり、ルールを守れば猿が観光客を襲うことはないと考えられている。また、常時、公園は人への監視を徹底していると説明する。日本各地にある野園公園は観光客による餌付けの餌の販売で収益を確保するが、地獄谷野園公園では猿に襲われないようにする安全確保の観点から行わない。公園では 職員、のみにより餌がまかれ、その餌付け時刻は猿たちの状態と環境により、決まるため、不定期である。その理由は、餌付けは猿たちを安定して観察できる状態に維持する手段でしないためであり、また餌を食べる猿を観察しても得るものがなく、見学者には普段の猿たちの姿をじっくり観察してほしいという趣旨からで、公園では餌付けは観察のための手段であって、 餌付け場ではないと考え、給仕の時刻は公表していない。また、観光客による餌付けも厳禁し、餌欲しさの人を怖がらない猿による接触事故を未然に防ぎ、長年にわたって間近で猿の写真を撮ることができること、日本交通公社を維持している。与える餌は、もみ殻付きの大麦、小粒の生大豆、りんごなどを条件によって使い分けている。 高すぎる栄養価の餌を多く与えると肥満となり、自然の状態を崩してしまう恐れがあると考え、職員は餌にも気を使う。1990年代後半、野生動物の研究者の和田和夫が、動物の権利や、園外の防止、自然の格乱、来園者の減少の問題の観点から、餌付けの禁止を述べたが、大阪大学の山田和則と中道正幸により、 野猿校の運営により生じる利益は、その運営により生じる不利益よりも大きいと反論されている。日本交通公社によると、写真家の福田幸弘が2005年冬に野猿公園の猿を撮影した写真が、BBCA のワイルドライフフォートグラフィー2005動物部門入賞を受賞、また翌2006年、地獄谷野猿公園の職員、萩原敏夫の撮影写真が、 米国ネイチャーズベスト国際写真コンクール、米で受賞した。この2枚の写真はどちらも、冬の猿を撮影したものだった。シ賀高原ローマン美術館では、スノーモンキーの写真展や、写真教室や、フォトコンテスト、コンテスト作品の展示が行われている。募集のテーマが、地獄谷園公園の日本猿を題材とした作品であるため、冬の猿だけではなく、 夏の猿も応募される。第1回は、雪この神秘なるもの。第2回は、勝手、共に、冬の猿がグランプリに輝いたが、2012年の第3回グランプリは、雪が降っていない時期に撮影された母親の背中に2頭の小さな子、赤ん坊がしがみつき、母親が子息で移動する様子を撮影した、二人乗りであった。審査員は、今井久夫、写真家、萩原敏夫、 公園職員、正治恵子、写真家である。地獄谷園公園では、第一位の猿に敬意を込め代々、竜王という名前が付けられている。第一位の猿は外敵に立ち向かうなど、群れの猿たちから頼りにされている存在である。1980年代から猿を観察し続けた、公園の職員によると、ボス猿は、なんだ、トム、トリカブト、トラシチ、トラヨ、そして、 時計八十九へと続いている。ほとんどのボスザルの交代は、ある日突然、第一位のボスザルが群れからいなくなり、群れに残っているオスたちの順位が一つ繰り上がることにより行われると、公園の職員は観察する。また、職員は、若い個体が、年取ったボスを追い出すという壮絶な、ボス争いと言われている戦いは行われることはなく、 ボス争いは不確かな情報に基づく伝説近いものであると主張する。20世紀後半、日本ルの研究が進み、学問上、ボスザルという権力を独占するかのような概念が否定されつつある中、地獄谷園公園では、ボスザル以外の代用の言葉は一般に浸透ていないことと、名称よりも実態を広めたいという理由により、2012年現在も、 ボスザルと呼んでいる。2012年末現在は群れは160頭程度でうち50頭から60頭ほどが入浴する。1990年代に野苑公園管理者の要望に基づき個体数管理として否認処置を導入したところ出産率の低下に効果を上げた当時の公園は猿にとって条件が良く、1997年時点で 約360匹いたとされる。長、電グループの参加企業である、株式会社、地獄谷園公園が運営する。長野電鉄長野線湯田中駅から車で約10分。ただし陶器は、道路が閉鎖されるため、神林温泉から山道徒歩で30分程度、進む必要がある。陶器土級と年末年始に限っては1日合点を往復運行の 地獄谷、渋温泉、湯田中駅を結ぶ予約制のバス、スノーモンキーホリデー館にバスもあり、このバスで向かうと地獄谷バス停から地獄谷屋公園まで徒歩10分になる。また、野園公園入園セット往復乗車券も発売されている。地獄谷屋園公園の日本国外の観光客の増加により、2009年、長野県山内町にある島屋旅館、 湯田中温泉は外国人観光客に支持される日本の宿トリップアドバイザー調べで2位入った。日本交通公社は東京や京都、大阪の数多くの有名ホテルを抑え堂々のランクインだとしている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。